ポポポポポポだよ。はい、これから栃木県のいろは坂っていうところに行くらしいです。なんですごいところ。うん、イニシャル D でおなじみの、イニシャル D でおなじみの、おなじみのいろは坂。あー、ギャ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 って言えばいい。ちゃんとテロップ入れてね。まあただ俺が行きたいだけなんだけどね。あ、そうなん、最初は行きたくないよ、うん、多分吐きそうや。多分ね、吐くと思う。運転手以外は吐きそうになると。で、横になって、はい、頑張ります。俺も三半規管弱いからさ。でも、なんかね、あの別の話なんだけど、チャンネルポンタの方でバスの動画を出したときに、なんか誰かコメントでいろは坂行ってみなっていうコメント来たんですよ。で、いろは坂って何なんだろうって思ってたら、今なんか車検丸から提案されて、いろは坂って思って、うん、よう分からんけど行ってみようと思います。よし、行くぞー。うわー、いろは坂、はい、行っちゃって行っちゃおうか。いや、はいはい。今走ってねえ。えちゃごー、どうすか、どうすかって。あれ来てねって。え、後ろになられている方に言いますが、ゲロが出そうになってもゲロ袋はございません。少々お手でお入りくださいませ。手で、手で行くの。手でお支えください。あ、見てごらん、ナビこれ畜生じゃがん。あ、分かる。なんじゃこの、いやー、すっげーカーブ。どうやったらドリフトできる、どうやったらドリフトする、できる、どうやったらドリフトできる。いや、線でいいよ、線でいい。ギャ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 って線でバーディングだよ。タイヤなくなるまでやっていいんだろ。できるんだね。うわ、おいおいおい、切っとるって。あ、じゃあちゃんとウインカー出しとるから、切ってないことにする。その行きの基準ものすごく勝手なるな。マナー良ければよし。自分丸覗く。マナーいいけん。どうやったらドリフトできる、どうやったらドリフトできる、チャリと引く、うん、きっかけとしてだ。決まったな、サイドこれやね。うん、聞きたい。えらいことなの。軽トラでセメント行けん。ミッション乗れんのにドリフトしぼ。軽トラでドリフトした。死ぬ死ぬ、一瞬で廃車よ、一瞬で廃車。チケマルの軽トラ一瞬で廃車にしてやった。すごいバズると思うけど。何かだね。何かだねよ。そろそろ来られますね。いつかこれ何が行くよ、行きますよ、皆さん行きますよ。何が、いやあ、すげえじ。うやい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 や。行くよ、お母さん、サイド引くよ。やめって、もう、やりそうで怖い、やめて。サイド引いた後のこと聞いてねえだろ。うらららららら、ギギ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 。じゃあ、鹿に食われる。やっぱりサイド引かんと面白くないな。面白くないね。ドリフトを簡単にできると思ったっけ。いやー、っていうかさ、ドリフトの聖地なんでしょ。ドリフト感ないよ。ドリフト行くのもしょんかな。うまいよね、道路綺麗ね。しかも若干ある、若干ある。あ、ほんとだ、センターラインにキャッツアイとかもないね。普通ドリフトとかダメだから、あの
赤ポールとかあるから、キャッツアイとかいっぱいシートある。なんもないね。ドリフト公認ってこと？ドリフト推奨、推奨、推奨権。何ここ二車線な、二車線一方通行よ。これ栃木の人はドリフト推奨、栃木の人限定、うん、栃木県知事がドリフトしたい。抗議も起こるってこと。結構もう終わったよ。あ、本当やね。黒髪平、黒髪平、黒髪並平。そうだ、あった、あった。黒髪並平。波はなかった。黒髪ビラ、あのな、そんな適当なこと言うとな、俺調べて載っていないけんのよ、テロップな。どうもでもめんどくさいんよ。ライフ屋の情報言わない。ちゃんと調べて。ストリップ注意。スリップな。ストリップ注意、みんな事故るけん。逆にす。急カーブ注意。おー、ちょ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 。やばいやろ、なんで飛ばすの。急カーブ注意って言うから、なんで飛ばすかな。うん、そうだね。言うなれば、うん、天のじゃ。ダメとか言わんほうがいいよ。いいよ、いいよ、言っちゃって。言っちゃって、ガンガン言っちゃって。やったほうがやめや。素直になるだけ。大して面白くないよ、今のところ。うん、思ったより、思ったほど。やっぱね、バスで通れるぐらいの気さ。うん。じゃあバスで通ってる？だって、路線バスが、ああ、うん、いろは坂ゆう、すいすいに通ったみたいな動画もあったよ。ああ、そう。いや、なんかこっちもある、いろは坂。なんか、ロイトクラリだったんでしょ。あ、第二いろは坂？あ、違うのかな。なんかあるロープウェイ。へぇー、すっげー山じゃんけ、すっげー山。あ、マジバスって書いとる。え、なんで信号ある？なんか信号あるトンネル多いね。え、ではさ、今こっち向きの赤信号あったんですが、ってことはこっ、何ですの？え、眩しいじゃん。あ、でももう終わりじゃん。これ違うんかもしれんね。あ、ロープウェイ的な。違う、先生、変電所、変電所。嘘。変電所だ。ロープウェイでビーンってくる。違う、変電所です。電線があった。あら、これもう終わりじゃん。あ、やっぱ違ったのかね、これ。なんか違う気がする、これ。本当ですか？第二京阪って書いてた。第二京阪？第二京阪だね、今。第二いろは坂。第一なのかね。わかんない。間違えたかもしれない、これ。なんかようわからん。なんか、すっとんきょうなところに出たよ。すっとんきょう。意味が違う。風情のあるところ。すっとんきょう。わ、すごいこれ。なんだこれ。こんなとこなんだ。じゃあ奥山に帰ってきたぞ。さ、最初以来じゃねえよ。何この風情。まぶしいな。すごい綺麗。わ、スワンが。スワンがいっぱい。へえ。何も考えずに左折しましたが大丈夫でしょうか。左が岡山だと思って進んでますもう終わっちゃったね。なんじゃったんあれ、なんじゃったんさっきの。いろは坂です。うーん、イニシャル D で出てきた舞台の方なのかどうかわかんないけど、なんかもう一本あるらしい。そうなの。うん、もう知らんよ。ちょっと止まれとかで止まって。うん。
もし止まらんかったらどうする？それって聞く必要あるそのそういうなんかよくわからない質問やめてもらえる質問というクイズみたいなどうしたらどうこうしたらどうするみたいな好きじゃんそれうわぁ目が焼けた、うん、目が焼けたうわめっちゃ眩しいね頭上部だこれいやもう文字的にはわかるなんとなくイメージはわかるけど終わりかしますぎなのかもしらんけどこれ終わったってだからロハストレートああなるほど、うん、はぁ全く止まれる感じはしませんが山しかないのか山にいる鹿のこと読んだ鹿出てこんかなって言うたさっきなあさっきあ石川を見てそうそう昼生鹿見てちょっと昼生鹿よろしいよね昼鹿よ昼鹿ってあるの昼鹿ってさ奈良公園しかおらんでしょあ、まあ確かに言われてみたらそうかそう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 、うんそうだね、夜時間は見るけど、昼時間はおらんわね。そう。ひょー、ひょー、ギャ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 。いやいや、もう全然ひらないから。全然います、これ。これ、笑ってます。よく、よく色肌があるよ。そうや。どうや。色肌が、よく言う。素敵が。ほがらかすぎる。ほがらかすぎる。ここどこよ知らんよ。竜頭の滝って何よトイレしか行きたくない行けよ止まれって言ってもらいますうん、トイレあるとこがわからん、はあ、ここはどこ私は誰スタンドはどこよいや燃料もないそんな多いじゃん湖なくなった瞬間に凄まじいなんか不安が多く襲ってきたなんでまた山に入れられる感じあうわすっげえ山ハイジ、うん、おじいさんトイレどこハイジやトイレは風邪だここまでバスが来た。トイレあるんじゃないの？こっちや。じゃあじゃあ。あ、トイレ、あ、こわ。公衆トイレ。完全トイレ。完全トイレ。完全じゃないトイレってあるの？トイレ行くじゃん。はい、トイレ行った。はい。何しに来たっけ？すっきりした。すっきり、すっきりしに来た。トイレに来た。コッコーって言ったよ自然ですからねすごい見てこれあの後山、うん、何山があれアルプスアルプス、すごい何あれすごい流れですかあ流れだ流れかもしれない、いやまあいいよそんなにあんどうでした何がいろは坂本当にあれがいろは坂いやわからんけどホゲとかもよホゲとかもホゲとかホゲと坂まあまあまあ一応色は坂は走るこの感じで走り屋やねまた走り屋うん営業ナンバーの走り屋だああプロボックスレーシングはいじゃあ私はホゲと坂に行ってきました怒られるだそんな言うほど色ってはってしてんかったようん普通に走ったっけ、うん、足やからやっぱセメント攻めたらすごいかもね、うん、次はじゃあ
軽トラのタイヤがなくなるまで乗り越えた。やめ、頼む、壊さんでくれ。まあそんな感じですかね。じゃあ帰ろっか。ありがとう。じゃあ。それでは皆さん、ご安全に。ご安全に。そんてなんなん。さあ、あの後地図見たんだ、うん、はい、全然違うじゃん。いや、俺も心の中でいや、途中、走る途中にちょっと違うと思い出して、うんうん、なんかおかしいなって思ってみたら、うん、なんか、いろは坂2だったんでしょ、あれが、うん、第2、うん、いろは坂、第2いろは坂、うんうん、よくよく考えたら、あのそのイニシャル D の漫画で、ね、は、うん、もっとすごいんやこう、ヘアピンカーブがね、うん、どっちでちょっとうすうすちょっと違うなと思ったんだけど、うんうん、でもさ、もうさ、Google 見たらもう明らかに2と1で、うん、すごかったやん。1はアニサキスみたいな形しとったやん。いや、例えが悪いんだよ。怒られるぞ。いや、日本いろは坂協会さん怒られるけ。いや、ほんとにさ、いや、ほんま、クレーム上かかってくる。アニサキスさんか。いや、名名すんなとか。アニサカって言う。寄生虫だ。どうすんそれが流行ったら。いいよ、来そうって言われるよ。アニサさんかとポテトさんか。まあまあ、地図の感じはね、確かに出るけど、やっちゃったな。皆さん、すいませんでした。はい、イニシャル D の舞台をちょっとね、うん、あれしたかったんですけど、ちょっと違ったみたいで。もっと本当はキキキキキキキってなったってことだよね。そう、いろは坂ではなかったってことで、あ、いろは坂かだけど、いろは坂だった。いろは坂はいろは坂なんだけど、当初目的のあれじゃなかったっていう、本命じゃなかった、本命じゃなかった、イニシャル P ってことで。はい、じゃあ、はい、まあそんな感じですかね。はい、ホヘイト坂、アニサ坂、アニサ坂。はい、終わるけど、はい、じゃあまあこんな感じです。